今からですね、サイコキネシス、まあ、ちょっとした超能力をお見せしたいと思います、はい、触れずにね、物を動かしたり壊したりするっていうちょっと怖い雰囲気のマジックとなっております。使うものはですね、爪楊枝1本だけですね、まあ、普通の爪楊枝です。でもう1個使うものがあります。こちらの指で1本です、はい、でこの爪楊枝に向かって打ちます、はい、当たったらごめんなさいね。この爪楊枝を打ってどうなるかよく見てください、はい、いきます。3、2、1、バンってやるとね、折れた、へし折れました。今ちょっとかすりましたね。今度はちゃんと当てます。3、2、1、バーンって、ね、怖い、完全にへし折れました。はい、種も仕掛けも一切ありません。どうもひろまです。今回はですね、男なら一度は憧れる触れずに物を動かしたり壊したりするっていうマジックですね。実演では指鉄砲で壊してましたが、超能力っぽく見せたい場合はこんな感じでね、力をぐーって込めていくと、弾け飛ぶっていう演出にしても面白いと思います。しかもこのマジックですね、めんどくさい事前準備なしでできます。糊とかね、なんか磁石とかそういったものを使わずに爪楊枝1本だけでできるのもこのマジックの魅力ですね。ちなみにこれをですね、僕は YouTube じゃないところでも投稿してて、結構な人にね、見てもらってたくさんコメント来てたんですけれども、まあ、そのコメントのほとんどがですね、種明かしはこうだろっていうコメントなんですけれども、珍しくですね、正解のコメントが一つもありませんでした。なのでね、このマジック結構種が見破られにくいマジックでもあるんじゃないかなとも思います。かっこいい、手軽にできる、見破られにくい、もうね、この3点が揃った素晴らしいマジックですので、ぜひ高評価を押してね、いつでも見返せるようにしておいてください。はい、手軽にできるとは言いましたが、一応ちょっとした事前準備があります。何かというと、あらかじめ爪楊枝をへし折っておくだけですね。まあ、これだけなんですけれども、一応ね、まっすぐ折るんじゃなくて、こうちょっと見づらいと思うんですけれども、わざと斜めになるようにして折ります。そういう風にするとどうなるかというと、このね、折った部分をまた合わせてグーって指でですね、押さえると、まあ、これはね、爪楊枝が木でできてるからだと思うんですけれども、こんな感じでね、まあ、割と動かしても取れなくなるんですよね。実演でもこの中に入れた状態から取り出しても、まあ、折れてるのに取れないっていうね、糊とか使ってなくてもこんな感じで接着させることができます。もちろん乱暴に動かしたりしたらですね、ポロって取れてしまいますので、そこは気をつけるようにしてください。はい、あとはどのように飛ばすかなんですけれども、今ね、ほとんどの方が、あとは息で飛ばしてるのかなって思ったかもしれないんですけれども、実はですね、これはマスクしてても全然できます。このように、親指、人差し指、中指で持ちます。まあ、ほぼ人差し指と親指ですね。で、その下に、この爪楊枝の先端部分、ちょっとね、ピント合ってなくて申し訳ないんですけれども、ここに中指を爪の間に入れます。爪の間に爪楊枝入れるとめちゃくちゃ痛いので、引っ掛ける程度で大丈夫です。で、あとはこの状態で中指をね、手前に引っ張ると、こうやってね、弾くことによって折ってるっていうものです。まあ、あとはこれをタイミングに合わせてへし折っているだけですね。まあ、本当は実演も一発でね、弾け飛ばしたかったんですけれども、まあね、こんな感じで折れた方が逆にリアリティあったので、あともう一発打って、さらにね、完全にへし折る演出にしてもいいと思います。まあ、要は大げさにやると、こういう風にやってんですね。大げさにやるとね。で、この動きがですね、思いっきり見えちゃうと不思議に見えなくなるので、あらかじめ刺しておいて、これくらいの動きで。もう本当にね、もう何ミリかしか動いてないので、ほぼ目視するのは難しいと思います。もう本当にね、種はこれだけになります。原理はね、片手だけで完結してますので、実演みたいに指鉄砲か超能力っぽくやるか、あと演出の一つとしては、マジシャンっぽくしたいんだったらですね、指を鳴らすと同時に、こんな感じで弾け飛ばすみたいな、こういう演出にしても面白いと思います。あとは特にね、お子様が見てる場合でしたら、子供にね、指鉄砲で打ってもらってタイミングよく弾け飛ばすっていうのも、すごいね、喜んでくれると思います。はい、今回のマジック僕はね、めちゃくちゃいいなと思ってるんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね、いいなと思ってくれた方は高評価を押しておいていただけると、こういうマジックの高評価数が多ければ、まあ、これと似たようなマジックがどんどん投稿されていくと思います。逆に少ないようだったら、こういうマジックはね、あんまり投稿しなくなっていくと思いますので、もっと知りたいと思ってくれた方はね、もう絶対に押しておいてほしいなと思います。どんどんすごいマジック紹介していきますので、チャンネル登録して楽しみに待っていてください。バイバイ。